皆さんこんにちは。なんでないのプロジェクト代表でサレチュアルアクティビストの福田和子です。えー、今日の放送文は、えー、当分無料でご覧いただけます。 夜の放送も含めた過去の放送は YouTube のメンバーシップにご登録いただくと、いつでも好きな時に見放題になります。またこちら2つのジョイプランもご用意しておりまして、これらにアップグレードいただくと、ジョイプラン向けの限定動画も見られます。皆様ぜひご登録アップグレードいただき、番組継続のためご協力いただければと思いますのでよろしくお願いします。 はい。ということで、えー、本日もやってまいりました。あー今こそ、しとこ SRHR シリーズというところで、えー、担当させていただいてます。福田です、えー。今日はですね、こちらの本の出版記念ということで、えー、なぜ学校で性教育ができなくなったのか、七尾養護学校事件と今というところでですね、この11月に発売となりました。で今日はですね、こちらの 監修も執筆もされて実際に七尾護学校で働かれていたですね教員をされていた日暮さんをお招きしてお届けしてまいりたいと思います。で今日こちらの、ね、番組ご覧になっていただいている中の方にも結構ね性教育とか包括的性教育関心のある方も多いのかなと思います。できっとねあの、まあ この七尾横学校事件って聞いたことあるよという方もいらっしゃるかもしれません。で、また聞いたことないけど、なんで日本ではこんなに性教育なかなか進んでこなかったんだろうと、もやもやしてる方も、あの、いらっしゃるかなと思います。で、私もまさにこの、 なんでこんなに日本にはなかったんだとすごくスウェーデンの留学でモヤモヤして帰ってきたというところなんですけれどもまさにその一つの大きな原点となったのがですねこのの学校事件というものでしたで。今日はですね実際にその瞬間をあの、まあ、その事件をですね、まあ、実際に、えーまあ、体験というか、えー、されて。 その時に学校にいらっしゃってでその後ですね、まあ、裁判なども起きて。えー 来るわけけなんでですすれどもえそちらをですねつぶ、えー、さんに、えー、当事者としてずっといらっしゃってきた日暮,日暮さんをお招きして一体じゃあこの時に何があったのかで今ね少しずつこのバックラッシュとかも言われたりしている頃かなと思いますそのこともねこちら書いてあるんですけれどもじゃあこれから私たちはどんなことをあの胸にこれから進んでいけばいいのかということを伺っていきたいなと思いますので、えー、今日もどうぞよろしくお願いします。 ということで日暮さんありがとうございます今日は本当にありがとうございます、はい、お呼びいただきありがとうございます、はい、もう私にとっても毎回このまあ日本の性教育っていうのを話すときにはまあこの七尾横学校事件っていうのを、うんまあ、抜きには語れないところなのでいつもパワポとかでね学ばさせていただいたことを紹介させてはあのいただいたんですけど実際にこうやってお会いさせていただき本当に 光栄に思っております。<laughs> ありがとうございます。えー、こちらこそ、ありがとうございます。はい。というところでですね。はい、ぜひ、まあ、最初に、あの、自己紹介と、はい、あの、きっとね、あの、初めて聞くよという方もいらっしゃると思うので。まあ、七尾、ね、養護学校というところが、どんなところで、で、どんな性教育をされてきてたのかというところからですね。伺っていけたらと思います。よろしくお願いします。はい、はい。えっ、ー、と、皆もこんにちは。えっ、ー、と、今、あの、紹介いただきました。 えっと元七尾養護学校って。ところで教員やってたんですが、あの七尾養護学校は自分は3校目で、あの全部で44つのあの都立の特別支援学校で教員をやっていました。ひぐらし薫と言います。よろしくお願いします。ます今日は七尾のね。20年前の出来事なんですが、うん、七尾のことをお話しさせていただければなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい え本当にもう私も拝読させていただいてあの、まあ、今知りたかったことだったりとか、うん、まあこれからにつ、ね、ながることも凝縮しているのでその魅力をですね、えー、十分にお伝えできればと思っておりますでは早速あの、ね、スライドもご用意してい,、はい、いただいたところだと思うので、はいはい、よろししくお願いします、はい。ちょっと眼鏡かけさせていただきますね <laughs> すみません。えー、とじゃあ、あの まず七尾ってどんな学校だったのかってことをねちょっとスライドに沿ってお話しさせていただきたいっていうふうに思います東京都の日野市高幡不動っていうあの、ね、あの有名な場所がありますがそれがある、えー、と町の山の方にある学校なんですが小中高の,あの知的障害の子どもたちが通ってくる学校でした。で 半分が、ね、あの隣に施設がありましてその施設からあの子どもたちが通ってくるというちょっとそこがあの独特なな学校だっったかいいうふうふに思っていますで、えっと、七尾与学校の事件っていうと性教育って言われてしまうんですがまずその前にちょっとねこの教育目標をあの出させていただいたんですがこれ、うん、がね実はその事件があった性教育そのものが攻撃された年に この目標も奪われてしまうんです。でこの目をどうやって作ったかということをちょっとだけ紹介したいんですが2年間教員集団で本当にあのその時には講師も読んでねみんな一緒に学びながら2年間検討しその中で作った教育目標なんですすごく大事なことはやっぱりあの全ての子どもたちがあの人間としての尊厳を守りますいわゆる人権 をきちんと守っていきたいということをそ、その子どもたちの権利を守っていきたいということを本当に何回も話し合いながら、そこに行き着いたところでつ作られた教育目標です。仲間と共に体を作る、仲間と共に心を開く、仲間と共に楽しく学ぶ、この辺も子どもたちの実態と向き合いながら作ったものでした。これが実はあの攻撃、性教育攻撃と言われるんですが、こういう目標も奪われてしまいました。 でじゃあ性教育ってそういう中で何を目指してたんだろうってことで言うとあのこれは性教育の時間として大切に考えていることということであの、えー、と性教育の担当者たちで作った中身なんですけどやっぱりあのさっき言った教育目標に基づいて人との触れ合いとか関わりとかあのリ,ラクリラクセーションタイムとかハッピータイムとか体の緊張とる時間だとか。 そういういことをすごく大事にししてきたしやっぱり関係性ををちゃんとと作ってていくってことを大事にしてたその結果あの自分の体のことやそれから男女の違いや男女だけでは分か,分かれない、うん、それだけではないっていうのも実際に子どもたちと出会い私たちも学ぶんですがそういう自分を守り体を大切にしようねっていうことの中で自分自身と向き合っていくっていうことをすごく大事に。結果その恋愛とか ところにも発展していくわけですがそんなことを大事に考えてたなと思いますしそれから2つ目にあのやっぱり人とのさっき言ったようにね人との関係を大事にする中で自分が育っていくよっていうことでその中でちょっと見てほしいのが心にとっての書いてとこの最後に書いてあるんですが指示後はなるるべく控え優しい声かけをするこういうのをやっぱり政局やるときに本当に支持するんじゃなくて。うん あの子供たちの声が出せるってこと、あれ子供たちの気持ちが表れるってことをうんと大事にしようねって言って、あの体にとっての快ってこともすごく考えてやってたと思います。で、性教教材が生まれたわけってところにも入っていいですか？少しじゃあ紹介させて少しだけちょっと今のところコメントさせていただきたいなと思ったあのこちらの本にもね今の紹介されさせ されているのでぜひじっくりね読んでいただきたいなと思うんですけど本当にここにも書いてあるように子どもの問題とするのではなくてえどうしてそうなったのかどうしたら子ども自身がそのことを受け止め自分を生きることに前向きになれるのか、まあ、権利を土台にしていくっていうようなね言葉があったりして本当にあのす素晴らしいあの文言だなというふうに思っていて、まあ、なかなか日本の教育ずっとトップダウンっていうイメージがあってまあ実際そういうところもあると思うんですけど そうじゃない教育っていうのも実践されていたんだなっていうのがすごく私としては改めて新鮮でした。うん、ありがとうございます。うん、あの小学校教育って比較的そういう自由さがあったまだあのそのあの奈良が攻撃された年でもね、はい、まだあったと思うんですよ。それがでもね奈良の事件からそこも壊されうんそれで普通教育もまたまたぐっと 壊されてったなってうもうその前にも少しずつ少しずつもちろん始まってはいたんですけどでもまだその頃はそう障害児教育っていうのはまだ、うん、あの1970年代ぐらいから東京ではかなりしっかり始まってきたのでそういう意味ではすごく自由なそれから教員たちがあの本当に子どもと向き合ってやっていくていことが普通だったなって気がしてるんですけどね。次これかからのの性教育の中身と 見させていただいてもそれが伝わると思うのでぜひじゃあよろしくお願いします。はい、はい、じゃああの性教育の話をさせていただきます。はい、あの体歌っていうのが一番最初に攻撃されたあの突然都議会で、うん、あの体の性器の名称を子どもたちに歌わせてる、うん、もうあの異常だってことで言われたんですが、うんうん、それもでも私たちはそんなことが都議会で言われるってことを知らないでいてな、うん何でそれを言われるんだろうってすごく思ってうん、うん 思っていたわけですが、この体歌がなぜ誕生したのかっていう、ちょっとだけ紹介したい。うん、あの歌もちょっとだけ、本当歌、歌があるといいんですけど。<ぜひ> <laughs> <laughs> あんまり上手じゃないんだけど、あの子供たちに向き合ってね、特に小学部でこれ。作られた歌なので、うん、向き合って子供たちに。うん、頭、頭、頭の下に首があ。 で肩があるってこういう感じで子どもたちの体にきちんと触れてあげながら、うん、その触れ方もね結構学んだんです、うん、こう指先で触りるんじゃダメ,ダメだよってそういう触れ方もそういう先生呼んでしっかり手でし,しっかりこう伝えてあげようねっていう,うん、うん、そういう触り方も学びながらやったんですけど「体がつながってるよ」頭。頭首肩 君の体こうつながってるよってことをきちんと伝えたくてうん、うん、それをの中に正規の名称が入ってるってことで、うん、この,あ,のあれ見ていただくと分かると思うんですが「うん、胸におっぱいお腹におへそお腹の下にワギナだよ」とか「男の子だったらペニスだよ」って歌が入るんですがうん、うん、それが問題になったんだけど、うん、それもね 教員たち実際にやるそう,いうそういうのを入れるかどうか、うん、だけどうん、うん、なないいことにはできないよね、うん、体にそれがないってことにしちゃうことが子どもたち、うん、よくないよねっていうことでじゃあ男の子は「ちんちん」って言ってもいいかもしれないけど女の子の名称なかなか難しい、うん、っていう時にこの医学的な言葉だったら子どもが覚えて言っても、うんうん あのそんなにすごく大人になって使ってもあのおかしいことじゃない、うん、っていう確認の中それでもね最初歌えない先生もいたそうでしょでもそれをやっぱりやり取りしながらやっていきながらやっぱりあ必要だってことで先生たちも歌えるように、うん、みんなが歌える、うん、一緒にこう学んでそうで,すそうで,すでいったっていうそういう感じのでもこれはやっぱその養護学校でこそのニーズとかもあったりしたんですかねその背景に。 そうですねさっき言ったように、はい、体がでももしかすると保育園の子どもたちとか小学校低学年の子どもたちの中でもで、ね、あるいは家庭、えー、環境によってはね、うん、体全部がつながってるよでぜ全部があなただよ、うん、そのあなた全部が好きだよってことをやってもらえるってことがどれだけあるかっていうのがいろいろあるんじゃないかな。がら、うんうん みん,なそれぞれみんなそれぞれ大事だから、うん、人との間でもき,きちんと自分それから相手も大事にするううなるんじゃないかな、うん、包括的請求句のねガイダンスとか見ればね、はい、5歳からそうやってちゃんと体の名称もね性器も含めて学ぶっていうふうになってるのでまさにそれを実現されていたんだなっていうのを実感します。そういういいいいに言ってたただけるとありがたいです、ね、ごめんなさい テニスの模型ということでね、これもあのいつもこれがアダルトショップのようって言われてしまうわけですけど、これ誰が多分言ったんだろうって今思ってる方もいらっしゃると思うので、まあその都議会でね、はい、であの突然まあ、こうやってやってたものがまあ、突然その都議会の議員の人たちからまたまあ えー、メディアであったりとかそうですから突然こう攻撃をされ始めるっていうところなんですけどそ,すその攻撃っていうのね。でなんでこれを作ったかの話も聞かれないまま攻撃されたんでですすよね、うんうん、ぜひ伝えてあ,ありがとうございまちょっとここに書いてありますけど実はね施設の職員さん半、うん、数が隣の施設から来るあの施設っていうのも本当に小学校の低学年からいますから。あの 本当にいろんな家庭事情があって,ってことこでそこの施設に入っている子たちなんですが、うん、そこの職員さんから高学年の男の子がね精通が理解できなくて、うん、おもらしだと思ってパンツを隠してしまうって、うん、その中でそれは違うよ大丈夫だよって言っても、うん、それがなかなか、うん、うまくいかないってい相談があって、うん、じゃあそれを授業でちゃんとやろうってことで。 打ってたんですこれんで後ろに注射針があると思うんですがここから、うん、あのチューブでつながっていてお茶を出すとおしっこ、うん、で精液みたいなのもかたくり粉いろいろあの牛乳とか,とかあれしながら作ってピュッと出すと違うものが出てきた、うん、出てくる。 あるあの一定の年齢になるとこういうのが出てくるよってことを実際これで分かるように子どもたちに、うん、特にあの小学校の高学年の男の子たちにやった授業としてこういうのが出てくるよってこれはでも大人になることだから変なことでも何でもない恥ずかしいことでも何でもないよってことを教えるために作ったんですけどそういう話は一切なくこれだけ模型,模型が出されてこんなものを子どもたちに見せてるってそうじゃなくて。 経験あるんですよ、うん、ってことを、ぜひぜひ知っていただくという。ペニスの模型だけで、アダルトショップっていう、その発想がなんかもう。うなんかそれ自体も、なんか、どう、どうなんだっていうの、私はすごく。<laughs> もう、ただ、ね、体の一部なの、っていうのがう。 なんかまあ、それ文脈っていうのは大事ですけど、うん、この文脈で使われてそういうふうに切り取られるっていうことのね、うん、悪意っていうのはすごい感じますけどでも確かにやっぱ言葉だけじゃねなんか白いものが出てきますって言われてもよくくかからないいりにくい私もその授業を後でビデオで見させてもらったんだけど、うん、やっぱりあの 4, 4年生5年生6年生で実際体験してる子もいる,、うん、いるからそういう子がでもね、うん ちゃんと言っっててくるるあ知よそれ知ってるそれは大人になったことだからいいんだよって、うん、そううこの発言であの先生が実際それをこう,あのこういう感じだよっていう正紀に立てたものも見せてあげてこういう感じ出てくるけどこれは本当に大丈夫だからね、うん、いいんだよってあの恥ずかしいことじゃないんだよっあの体験した子がそれを言ってね、うん、みんなこう安心してくっていうかその授業を実際見せてもらった。 ね、そんなんなのあったんです人形なんかもどう使われたかっていうのでちょっとお話ししたいんですけど、うん、これはあの高校生なんかではあの OK にされている人形なので3でもあの攻撃から小,小学部や中学部では使っちゃいけないって言われた人形なんだけどこれね子どもたちが大好きだったの 3kg あって、うん、赤ちゃんあの本当にこう。うん なんていうのかな温かみを感じるお人形なのであの赤ちゃん人形なので子どもたち大好きだったんですここに先生たちが抱っこしてこう登場したりするとこうやって見とれる子たちがいるぐらいやっぱり赤ちゃん人形が大好きだったなと思うしうん、うん、こうやってね木浴の授業なんかも す<ー>するんでこれはあのここに出てるのは小あの高等部の子どもたちなんで小学部でもこんなことをやったりして、うん、これお湯入ってないけど子どもたちはお湯も入れて、うん、そうすると子どもたち同士が協力し合って赤ちゃん、うん、赤ちゃんに洗ってあげる気持ちよく洗ったそうすると。とと、うん、いつもだと あの喧嘩している子供たちがそこでは協力し合う。おお、なるほどね。うっせえな、なんて言い合ってる子たちが、そこでは、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ほら、あの、顔がこっちって危ないよ、なんて、こう手を差し。そういうのが出てきたりとか、あるんです。この右側にあるのがね、この人形がすごいんです。あの抱っこしてね、抱き方が悪いと。すごい声で泣き出すわけじゃない。で、だから。 もう子供たちも、この先にもあるかな、こうやって、うんうん、あの、ミルクあげたりとかするんだけど、すその、ふんにゃふんにゃって泣かれると。すごい、もうびっくりしちゃって、うん、もう、もう一生懸命、一生懸命こうやって泣き止ます。うんうん、ね、あの、そういう姿とかね、うん、そういうのもすごく、なんか、やっぱり、この、赤ちゃん人形との出会いっていうのは、私は。子供たちとって、と,て,とても、いい、うん、あの、さっき見せたの、最後見せたの、高等部の子供たちだけど、子供の、うん、子供たちにとっても。 かちゃん人形との出会いっていうのはすごく良かったなとそこでまた協力し合いっていうのができていったなっていうふうに思っています。それからあのこれちょっと見えにくいかと思うんですが、うんうん、子宮体験袋っていうのはよくあのされるんですけどこれもねなおってねあの、うん、に先生が妊娠すると必ず授業に登場してくれる。 うん、でもね七尾だけじゃなくて障害児学校って比較的そういう雰囲気があるんですが先生お腹の中に実は赤ちゃんがいるんだよみんなもこういう時があったんだよって登場すると、うん、やっぱりみんなねあのちょっと乱暴な子も優しく触るってことたりするのもそない 先生登場してもらったりするるんだけどある時ねここに書いてあるんですけど小学校3年生の男の子が妊娠している担任の先生のおなかをさい触りながら「僕もお腹の赤ちゃんになってみたいな」この子は施設に入っている子だからなかなかいろいろあったあの自分の生まれてからいろいろあった子なんだけど赤ちゃんになってみたいなって言った言葉で誕生した。 教材なんです。体験させてあげたいと思った先生がすぐ作った。で、だけど教材すぐ作るんだけど、冬までやらないの。この授業。な、うん何でかっていうと、写真が見えづらいと思うんだけど、入り口の子宮の入り口のところにあったかいねあの物を入れるんです。あの本当に30度ぐらいあったか。そこに入ると気持ちいいって言いたい。 だとすると夏にやったんじゃそあ,あ確かに。暖かさも子供たちに伝わらないからって冬それもその授業、うん、午後からの授業だと暖房も消しちゃう、うん、でその中からそこに入った時にうん、うん、中がほわんとしててあったかくて気持ちいいっていうのを体現させて、うん、そこからここあのあのゴムでギュッと詰まってるとこを自分で出てくる山道に見立てたところうん、うん、自分から出てくるんだけど。 出るよって自分が言っってててから出出くる出るよって生まれるよって言ったらいいよってもちろん言葉もない子もいるからそ,それはそれでいろいろお手伝いしながらなんだけど、うん、そういうことで誕生しただけどこれ言った子はね1年間入れなかったみんながやるのを見てたで1年経ってようやく入れるようになってそれからはその授業が。 ていたそれでこれだけどあの時に「膣図つき体験袋」って言われて<ん>この出口のところが確かに地と言われれば膣かもしれないけれど子宮化の出口「地図つき子宮体験袋」って言われて攻撃にあった子宮体験。攻撃してる人たちだって自分だってそうやって生まれてきたじゃないかみたいですね。<laughs> なんかすごいうか、ね、でもなんか本んにこの自分が心地いいなって思う感じってどんなのだろうとかってすごく知ることって大事だなと思ってい,、うん、いるんですけどそうじゃないとじゃあ何が自分にとって嫌なことで何が暴力かとかも、はい、自分が何が心地いいかがわからないとわからないじゃないですか。 今のほら命の安全教育って一生懸命、はい、性教育だって言ってるけど、うん、あれダメから始まるんですよねうんあのいい中身もあの使える中身もいっぱいあるんだけどどっちかというと脳という,そうでも,でもあの障害児教育もそうだし、うん、あの普通の子どもたちの小さい時からのでもそうだと思うんだけど愛着の関係どういうふうに作っていくのかとかねいいよっていう。うん 中からダメ嫌だよっていうのがちゃんと出てくるってやっぱりそういう学びってあると思うんだけど最初からダメだよっってていいいうののを教えることとが人間にとっていいのかね、うん、だから本当に嫌なことっていうのを自分で獲得するためには手順って私はあるんじゃないかって思ってて赤ちゃんの時にうんと大事にされたっていう自分の中でどれだけの記憶に残ってるかわからないけれどうんと大事にされてきたことってすごくやっぱりその人の中で大事なんじゃないかなって。 うん、子供によってはそれを授業としてやらないと、うんうん、それがなかなかない,いのはい、はい、あのそうじゃなくてダメを先に教えちゃうと、うん、簡単に伝わるんだけど、うん、じゃあ人間としてそれでいいのか違うんじゃないかなと思います。うん、すごくあったと思います、うん、ありがとうございますあの私本当になんか地球体験袋とかすごい感動して読んでいたので実際にねどういうふうに使われていたかとか伺えてすごい 嬉し,かったですしやっぱり多分今聞いてくださってる皆さんもちょっと心があったかくなるというかなんかど,んなどれだけその心を砕いて子どもたちに向き合って大事にしたい特にそういう記憶がない子もいるもそれどころか傷ついて、ね、経験を持つ子もいるかもしれない中でどれだけそういう感覚とかを感じてもらうかっていうのに本当に心を砕いてあの取り組んでいらしたんだなっていうのをこう。 すごく今のお話からも感じるんですけれども、じゃあそれがどんなふうに奪われていってしまったのか、攻撃をその政治の場からねされていってしまったのかっていうところをこれからちょっと伺っていきたいなと思います。ありがとうございます。それじゃあ,あの改めてね、はい、20年経つんですが、はい、74学校の性教攻撃。 ついいいて少しお話ししお話たいと思います、えー、と実は2003年その20年前の7月2日に都議会の一般質問から始まってるんですがこの2日前ぐらいにね学校の中では都議会でどうも七尾のことが問題になるらしいっていうちょっとそういうのは聞こえてきたんです。だけどそれ以上のことはなくなくんかこう 校長さんもあの大丈夫だからみたいなことだったのであれだったんですがだから7月2日に都議会に出るってことだけは分かってたそれは何かは分からない、うん、でその時に出たのがここにちょっと書,書いときましたけど「最近の性教育は口に出す文字に出すのもはばかれるほど成果してると」で「世間の常識とはかけ離れてる」「ある都立洋学校の教諭は小学部の児童に「体らを歌わせていますということで」 体歌というのは七尾の授業っていうのはもう東京都内の障害学校ではもう有名でしたから、うん、七尾のこと,あのことだってうのすぐ分かる中身が質問の中にあったんです、うん、その時の,あのもうお亡くなりになりましたがその時の,あの石原都知事の答弁が、うん、もうどれを見ても呆れる異常な信念を持って異常な指導をする先生はどこか大きな勘違いをしているって発言をするんです。 答えというかねその都議さんの質問に対しての答え私たちあの放課後にこの,あの状況を見るんですがビデオだったかな何か見るんですがえ異常なそうう指導してる先生たちって私たちなんかみんなでね見てたみんなで言ったの今でもよく覚えてます。なんかびっくりって感じが、ね、びっくりだって本当に全然知らない間にそのことが始まったって感じです。だから教育長その時の時 横局長が「その体歌」のことであの歌の内容をとても人前で読むことがはばかれる極めて不適切な教材、ね、あの強く指導してまいります言うんですよ、うん、答えるのこれもえ私たち指導されるってことみたいな感じでこの時もみ、うん、見てたんですがっびっくりしてわからないっていう感じですよね。 校長さんからもそのことについて何もなかったのでうん、うん、本当にあのど,どういうことなんだろうって意味がわからないで、その2日後に突然の学校視察っていうのがあるんですね、はい、その時に質問していた都議さんらも含めて突然午後スーツ姿の大勢の方たちがここにやってきたんですあまりあの小学校ってあの割に普段 本当にあのジャージ姿で子どもたちと関わるので割にフランクなな雰囲気の学校なんですそれがそのえっとスーツ姿の人が大勢来たことで子どもたちが何かあったぞって,、うん、<laughs> っていう感じで言うに来て何かあ,のあったんじゃないかって言いに来たんだけどでその日は朝から校長さんから自分の方で対応するから大丈夫だって朝の職員会議の打ち合わせでは言われてたのででも校長室で話し合った。 ににすぐに保健室に移動して、うん、保健室でその後あのその後分かるんだけどひどいことをしてでその時にたまたま私はあのまだ後頭部の子供たちが残っていて、えっと、帰り自宅をしてる頃だったんですけどある子がね指に怪我しちゃった子がやってきて私「ひぐ」って呼ばれてたんだけどひぐ指けがして「今保健室に行ったら保健室大変だよ」 うっ,ちゃんっていうのがその子どもたちが「うっちゃん」って言ってるのが保健室の先生なんだけど「うっちゃんがいじめられてるから大変だ行かないと大変だ」って言いに来た子がいて、うん、でえっと思ってじゃあ,、うん、あの分かったじゃあ怪我の治療も含めて一緒に行こうって言ったらその後あの、えっと新聞に出るあのいわゆる人形が半分、うん、あの下半身が裸にされてなんかこう。あの の方たちが写真を撮ってそれもニヤニヤしながら写真撮ってる様子に私は保健室入って出会うんだけど、うん、で子供を横に置いてそこでちょっと手当てしながらその子もあのその手当てしてもらってる子供も後頭部の子供なんだけど、うん、その様子を見て授業と全然違う形の人形たちの様子にびっくりして「うん、なんだあいつら何してんだ?うん」って授業と違う、うん、様子だから。 人形たち変なことしてるっていうのとニヤニヤ笑ってるっていうのもその子供も私に伝えてきたそれぐらい変な様子の保健室だったんですそういう形で保健室に入り込んで、うん、いろいろそれ見た子供もショックですよねそうですだから何、うん、だ何だってこと、うん、自分たちが普段ね<の>大事にしてるそうです人形いうそれも男性がその雰囲気的にすごく嫌だったんだと思うんです、うん、保健室の雰囲気がね、うんうん でその後あの保健室の先生に放課後いろいろようやく聞くことができるんだけどかなりひどいことこういう教材使うのはおかしいと思わないのかそこにはあのあの都教員の人も来てるんですよ、うん、それから校長ささんんんもも教頭さんも一緒に来てるんですよ、うん、それなのにあのそこにいる養護教諭がこういう教材使うのおかしいと思わないのか感覚麻痺してるお前たちは。ね どこの大学出たんだとかお前たちは共産主義者かみたいなずっと言われ続ける、うん、で途中2人若いあの女の先生だったんだけど1人はもう涙が出て泣き出してしまう先生もいて、うん、っていうことであのでも朝あんなにあの自分たちがやるからって校長言ってたのに、うん、校長さんが間に入らないでそういうことを言って養護、うん、教員が何か言うとお前たちは。 こっから出てってもいいんだってこと言うっていうのが私はびっくりして本当にびっくりしてしまったんですけど、うんうん、私も本当に読んでて、うん、こんなひどい発言が学校という場でそうなんです金力者によって繰り広げられたんだっていうのがすごくショックでした、うんうん、そうなんです、うん、教員の人もたちもいるのに間に入ってくれないっていうのが本当にね、うん、誰も守ってくれない誰も守ってくれないでだから放課後にもう泣きながら あがしてくれたで私たちもこれはただならぬことが起こってるっていう、うん、ようやくそこで気づくわもんかそこまで気づかないけど、はい、向こう側はまあそれだけ人を引き連れて週刊誌の記者まで引き連れてくるくらい準備をあ新,聞社あ新聞社の記者が来るぐらい準備ができていたっていう,うん,、うん、なんかそこのなんていうんですかねい,いつ知られちゃったっていうか。 それも後になって分かるんだけど、うん、あの結構ここに来た方たちはそ,その前からジェンダーバッシングをずっとやってた方たちで,、うんね、でその後あの性教育にもあの全てにあの移っていくんですがそこにこう加担していたあの神奈川の先生っぽい方がってその人が前もってた、うん、たみたいな、うん、それ裁判をやる中で分かるんだけど。うん、その人が うん、その日来た都議たちにメールで保健室に行きなさいって指示も出してる保健室行くとこういう教材があるからそれをちゃんとしてすそういういのもちゃんと本当に卑劣,な卑劣ですだからいろんなつながりがあって、うん、その頃は知らないですよそんなことは、うんうん、後からわか,から分かるんですけどす、ね、本当にその時はもうその時はだってそう<に>だったら私たちに話を聞くでしょうと。うん 思うじゃないですか。うん、あるいは保護者に話を聞くでしょって思うじゃないですか。うん、そういう話も何もない中、うん、突然保健室に入ってって。教材だけ並べて、うん、それも授業でやってる形じゃなく、教材を並べて。うんうん、なんか、あぶに。過激性教育って。うん、その翌日に新聞に出るって言って。本当にびっくりしました。それはうん。そうん、ですよ。そんな介入が教育に。 対してこ,ここにもすごく書かれてますけれども、まあ、そういう権力、まあ、ここだったら都議ですけれどもが立ち入ってねここまで暴言を吐いて非常に対話もなく一部を切り取ってその世論に届く形でバッシングをしていくっていうことが起きたわけでですす、ねうん、そうなんですただありがたかったのはね、うん、あの保護者もすごく支援一緒に、うん、結構障害児学校ってそうなんですけど、うん 今またちょっと変わってきちゃったからちょっとあれなんですけどあの本当に障害児学校って保護者も含めて自分の子供だけじゃなくってこ自分の子供のことだけじゃなくって一緒に「あこういう問題もあるよねああいう問題もあるよね大変だよね」って言いながらやっぱり一緒に学んでいこうという姿勢があったんです。うんうん、であの保護者たちにはあの政いのこともよくお話話はさせていただいてたのでまずねあの産経新聞を撮ってた。 保護者の方もいたので、うん、その方たちがびっくりしちゃったの。の、うん、突然それが出て、だ,だってみんなあの知らないからその。うん、それで学校にも産経新聞にもねすぐに抗議してくれたみたい。うん、保護者の方たちも。うん、それを後になってから私もその数日後に知るんだけど、うん、保護者の方たち怒っちゃって、うん、なんでこんなのがすぐに出るのって。うん、で抗議の電話もあの産経新聞もしてくれたし、都教育の方に。 それぐらいあの保護者とは連携が取れたなっていうふうにそれだけなんていうんですかね,ねみんなで作って保護者の方も応援して子どもたちも大好きな時間で、うんうん、それを急に攻撃され始めてしまったっていう。 意味が伝わってこない私たちにはでも彼にとってはそれがこのいわゆるこのジェンダーフリーバッシングの一つであり発端でありこの性日本の性教育の20年の,この氷河期というんですかね,すねの始まりだ 私もそういうのよ自分なんてちょっとずつ分かっていくす。ジェンダーのこともそんなによく分かってたわけうん、うん、あの子供との付き合いの中でもちろんいろんな自分の政治人の子がいることも分かってたしいろんな「いいよそういうのも自分で決めていいことだよ」ってのもやってたから別にそういうのな あ,のある意味分かってたけどそんなにすごくじゃあ政治的な意味、はい、政策的な意味で,そこ,まではそこまでは学んでなかったので後から「はあそういうふうに繋がったのね」とか知るんですでもなんかそういう中になんか、ね、でも、うん、私たちは本当に障害のある子どもたちと目の前にどうしようかだけ一生懸命やってた教員たちだったので、うんうん、なんかなんで そこがあのこ,こからするとみんなつながるつながって攻撃しやすいそれとあの今見ていただいたように障害児教育って具体物をかなあのどんな授業の中でも具体的な教材ってすごく大事だったからそいういった意味では狙いやすかったのかなと、うん、みんなに悔しいみ見せるというか。そうで,、ね、でその後この本を解読するとまあずっとね監視の。 目が入ったりとか先生たちも移動させられてしまっていくんですねそうなんですあの三分の一ぐらいかな移動させられましたね三年間でほとんどいなくなったと思いますあの、うん、その当時の教員たちはそうなんですんでさっき言ったようにう、ね、教育目標もだから翌年には3分の一がいなくなって翌年には校長が勝手にこれが新しい教育目標 質問もさせなかったそうです、ねう<員>。そういう形で失われていってしまう。そうなんです。校長先生はなんてうんですかね。どっちの味方なんだった。校長さんはた2003年にそれまでの校長さんと変わったんですよ。うん、新しい校長さんいらしたのね。それでねあのどっちの味方。私は。 向こうに結局は向こうに着いたのかなって私自身は思ってますけど途中ね体調壊してちょっとお休みも長いことされてたし大変なことは大変だったと思うんですよその真ん中にいつも入らなくちゃいけないってことでね、うん、それとあの突然あのアドバイザー休暇アドバイザーって方が入られてそ,うそれも結構驚きましたそうなんですそういう制度が急にできて。うん 1> 第1号としてその方が入るんですけどどんな役割を果たされた、うん、もうね、教育アドバイザーあのいつも校内歩き回ってるのと、うん、いつもあの校長室にいらっしゃる、うん、であの学校の運営会議っていうのがあるんですけど、はい、学校の週1回ね私もその頃そ,それにも出てたりしてたんですが、うん、それ学校の全体の 課題や今あのやらなきゃいけないことをこう話し合う場なんだそ、うん、そこにも参加ししてましたの大事なそうです全部いて、うん、職員会議にもいて、うん、わざとねなんか変なことを言うというかどんなあのちょっとごめんなさい今思い出せないんですけど、うん、それに対して教員が、うん、こう今の発言がおかしいってこと言うと、うん、それをまた。 そそうう言いましたねつって記録に残そうと、えー、だから私ある時ね職員会議の時に手を挙げて「皆さんいいんですか私たちの,あの上司は校長さんですよ校長さんなんですからね」うん、だから校長さん物を言いますよ私たちは、うん、言って「鷲野さん」って言うんだけどそのアドバイスそこにはみんなが言わないようにした方がいいなと思って。 その記録っていうのはどこに持っていかれるんですかアドバイザーの方。でも記録されるっていうだけでもやっぱ心理的な安全性がなくなってしまうとうかうさっきからお伝えいただいたようなの,うのびのびとのびのびとというかその生徒に本気で向き合って本気で語り合うような教育作りみたいなのが全くなくなってしまう。 そうやって壊されていくというか、だから性教育と言いながら教育全体を壊したなって私は思ってるんです。なんかそれまでだから1970年ぐらいからすごく障害児教育が民主的に親も含んで作られてきた中で、うんうん、ただあのあのすごく一クラスの人数も少ないですし、教員の数もそれなりにあの。 つけられているのでそういった意味では予算的にはすごくかかるって言われてそれが攻撃にあった時期もあるんですけれども、うんね、そのうまく利用されながらだったなというふうに思ってるんですけどね、うん、ね。なんかそういうねこう最近も聞いたなっていうようなそのね税金使ってるんだろうみたいな攻撃もあったっていうのでなんか本当になんかこう 昔から変わらないこの攻撃っていうのをすごい感じたりもするんですけどそれで攻撃があってで先生方はまあ裁判を起こされていくわけですけれどもちょっとその辺をぜひ聞かせください、はいえっと、ちょっと裁判に行く前にね学校に同京医の人がそれからずっと来るようになるんですが副山事がたまたま来た時にその方に「七尾の あの性教育はやっちゃいいけななことなんんでですか聞たそしたら「いややっちゃいけないなんて思ってない」って返事だったの、うん、だからじゃあ7の性教育は何が問題だったんですかって聞いたら「うん、あ何が問題だどういう性教育をあの何が問題でどういう性教育をしてほしいと思ってるんですか?」って聞いたら答えが「うん、純血教育です」。私も その言葉聞いてびっくりしちゃって、うん、純潔教育って言葉そのものもすごく久しぶりに聞いたし。うん、あの。なんかびっくりして。三年の話ですよね。そう、そうです。二千三年。うん、その時になんか返す言葉がなくなってしまって。うん、<laughs> それから、その少し後に寝た子を起こすなって言葉も出てきて。七尾、うん、の子供たち寝てなんかいなかったし、さっき言ったように。うん、本当にみんないろんな事情を抱えて、うん、自分の体の問題も性のことも。 本当にあのい,ろいろんな形で出し方はいろいろだけど、うん、いろんな問題抱えてたのに、うん、寝てなんかいません障害があったって寝てなんかいません本当、うん、にそう思っていたんですけどねそんな。で裁判の方にちょっちょっとこれだけ保健室の写真だけちょっと見ていただいていいですかね。 これがね、保健室に正規教材があったんですけど。うん、持ち去られるんです。これまっという間に、右側が。ほとんどなくなって。ほとんどなくなるぐらい。ぐないでしょ、うん、それでね、あの、授業のビデオなんてもいっぱい撮ってたんですよ。ね、すごく、あの、うん、教員たちにとっては、いろんな人の授業を見るって、とても大事なことだった。うん、そのビデオも、ぼ、あの、没収されてしまって。都議会にね、あの、一度、その教材や。 あのビデオ返してほしいっていうのを請願出したことあるんです。裁判勝利してから。うんうん、その時に言われたのが、東教委の方から言われたのが。ビデオは行方不明です。なんて失礼な。な失礼ですよね。うん、そういう返事なんですよ。もうこういうこと言ってると。あの。裁判に行けないです。すみません。裁判あ。すみません。いやいやいや、でも、これだけのことが起こったからこそ、うん、やっぱり。 裁判っっっててていいいいううううう、気持ちというかことか、こにななたそんですもうだからもう初めは学校で何とか抵抗しようと思ったけど、うん、それだけじゃダメだなと思って地域のいろんな人と関わりながら中で、うん、日野市のあのあったあと私もあの、裁判とか初めてだったので,で、ね、あの弁護士さんとも会ったことがなかったから、うん、ちょっと最初はちょっとビビってはいたんですけど。 昨日にあのそういう弁護士事務所もあってそこの方とも知り合いになりということで少しずつこういうふうなことができるよっていうことも教えてもらいながら一緒に学びながらね2003年にあの人権救済の申し立てっていうのは最初やったんですね。はい、でそれもあの2年間ぐらいかけてあの出してくれたんですがあの子どもの,けんあの教育を受ける権利と教育の自由の権利侵害だってことで。はい あのだあの弁護士会として出してくれたんですがそれについて全く反応がなかったので2005年に裁判を立ち上げました、うん、一応最終的に31名の, 2>,、うん、あの2名の保護者と,3と29名の教員たちで原告団を作り、うん、えと裁判を立ち上げるという形になりました。か始めるっていう時は 私はね、うん、かなりあの学校でもあのいろいろあの校長に聞いたり何も答えが返ってこない、うん、それから地域に出てって地域の人たち話しながら「あやっぱりそれおかしいね」。 えっと高校の先生たちに話しに行ったり、うん、あの小学校の先生に話しに行ったり、組合関係のところに話しに行ったり、と、うん、にかく声がかあ若い弁護士さんたちの会のところに話しに行ったり、声がかかればどこにでも行って今こんな状況なんですって話をいっぱいさせていただいたんです。うん、でもね、時にねやっぱり例えば高校の先生たちの中にもね、教材なんかの説明するとそれやりすぎじゃないって性教育そのものがまだまだ、うん、あの時代って。 広が,って広がってないっていうか、うん、すごく偏見の中にある大人たち今でもそうだと思うけど今う、ね、私今でもまだまだそうだと思いますけど、うん、すごく偏見の中に教員たちもいたんだなって、うん、私も学ばせてもらったんですけど、うん、でもとにかくいろんなところに話しに行きっていう中であのこういう運動を立ち上げていって、うん、そういう時にもいろんな先生たちが「うん、一緒にやる」って声かけてくれ。だから例えば あの弁護士さんたちと話するってことになったけどなったよって言うと何人もの人が来てくれて一緒にでもあの裁判となるとみんななかなかあれかな、うん、でも私はも,もともと裁判でも何でも言うとにかくこのおかしさを言わわなないい限りは伝わんっって思ったんです自分たちで行ける範囲のところでは伝わるけど、はい、向こうはだって新聞でも出すわけだしそ,うそのところで言うわけだから。そうなんです ああだとすると<あ>私たちは私たちで言うところを広げたかったら、うん、この問題はダメだと思って、うん、最,最初からから私はやれることを何でもやろうって思ってたんで裁判「私はやるよ」うん「だけどみ,みんなは自分で考えていいです」って言ったら、うん、初め5人ぐらいかななんて思ってたんだけど、うん、そしたら最終的には保護者も含めてやっぱりみんな怒ってる方たちが「一緒にやるよ」うん、当たり前だよ」 三十一名と、そのあの十年間戦ったんですけど、途中で抜ける方一人もいなかった。私はこれがすごく嬉しいです。だってバラバラにされて、もう本当になかなか話できる環境全国に散らばった、全国都内ですけど、い都内、都内だけど、でもでもね、多いですも忙しいとかですで、ちょっとなかなか話できない人もいたりしたんだけど、最後まで三十一名が戦えたすごく嬉しかったです。 で裁判の中身をやらなきゃいけないと、はい、ごめんなさいね、はい、で確定した内容としては保健室で時議の行為がね不当支配ってことをはっきり言ってくれました、うん、だから都教委は時の不当な支配から教委を守るべき法義務を怠っていた、うん、厳重注意ということであのみんなが注意処分を受けるんですがそれも裁量権に出す ししたたとということで遺写料を認めてくれましたでさらにねすごく大事なこととして皆さんにお伝えしたいんですがやっぱり、あのー、教員のね地裁判決の中ではね性教育っていうのがやっぱりそういう工夫しながら重ねながら実践実例が蓄積されていく教授法が発展していくっていうそういう面があるんだってことを認めて うん、くれたんです、うんね、それと、ね、あの教育委員会はあの教員を不当な支配から保護する義務があるよって、うん、教育本法の中にはそういうあの公正だとか中立性だとか自主性を確保するために学校の教員をあの支配から保護するってそういうこと大事だよってことも言ってくれた、うんうん、それから交際、えー、の中ですごく大事だなと思ってるのが、えー、とやっぱり ナナオっていうのは学校全体としてねあの、えっと、校長もそれからあの生徒の実情を踏まえて保護者とも連携しながらあのちゃんと内容を検討してきた望ましい取り組み方だったっていう評価もしてくれたりとか、うんえっと、性教育についてもこれすごく大事だと思うんですけどより早期により平易により具体的視覚的により明瞭により端的により,よりあの誇張して。 繰り返し教えるという考え方も十分なリタチュール書いてくれました。うん、素晴らしい。はい。それから指導要領というのは最小限度の基準である以上ってことをちゃんと言ってくれたんです。うん、ね、あの学習 <OK> 指導要領。ねね、そのあのすべ<え>ての拘束力すなわち法規としての効力有するというのはそれは困難だよって指導、うん、指導要領っていうのがね、すべ、うん、てが拘束できるなんていうのはもう困難だ。 うん、ちゃんと言ってくれますその大枠を逸脱しない限り教育を実践するものの広い裁量に委ねられているすごく大事だったと私は思ってるんですけど、うんうん、そういうことまでちゃんと言ってくれています、うん、そういった意味で私はすごくあの大事な中身だったなっていうう全てが勝利したわけではないですし教材もあの返してほしいっていうのがその中に入っ 入れれたたんんだけどそれは返しててももらえなかったってのもあるんですけどでも内容的には私たちがすごく求めてたものが文章の中にいくつか散りばめられていてうん、うん、これだけでも私はすごく、うん、あの戦った意味あったなっていうふうに思ってはいるんですが、うん、これをなかなかきちんと伝える場が、うん、なんかもちろん言われたところではあの皆さんにお伝えするようにはしてるんですけどなかな,か,なんかこれが生きてこ,こないなっていうことは今でも。 やっぱりああいう文章があってこそ戦えるものってありますもんね。で今もまあなかなか性教育がまあできてこない中での、まあ、この本の出版だったのかなって思うんですけど、はいはい、どうですか、はい、あのこの本はねあの、えー、と私あの七尾ってね性教育はご存知ですかね、はいはい、すそういう研究団体があるんですが。はい 別にそこに参加してた人もあの一人二人はいたと思うんです。私なんかも参加してなかったんです。そんなに、うん、あのなんか子供を見てて大事だと思ってやってただけなので、学びの中ではやってるんだけど、でも所属してなんてことは全然やってなかったんですけど、攻撃攻撃を受けてから私もそこに所属するようになったんです。うん、そこで浅井春夫さんってわかりますかね。うんはい なんかにも出会って、浅井さんもずっと裁判を応援してくださって、うん、浅井さんがえっと浅井さんなんかと一緒に今度その方規制教育の推進法を、はい、あのちゃんと立ち上げるためのネットワークっていうのを作っていく、はい、ねこの書いてるところがもうまず。はい 包括的性教育推進法の制定を目指すネットワーク編、はい、ということで。こんな、なんて素敵な名前なんだ。っって思ったな,んですなんかなかなか包括的性教育が広まらない、はい、日本の中で。どうやって行こうかねって話を前から浅井さんなんかも知っておりまして。うん、そういう中で、やっぱりそううの立ち上げようって浅井さんが言ってくださって。で、もちろん、あの、私たちも、あの、この。 歴史的なこれをきちんと見据えた上でうん、うん、やっぱりそれを前進させなきゃいけないってうん、うんね、それから子どもたちのことを考えると、うん、やっぱりこれこう縛りをつけるだけで絶対ダメじゃないですかっ思ってうん、うん、それに権利じゃないですか彼らが、はいうん、人としての,その性のこと自分の体のことをきちんと分かる、うん、それが分かるから人のことも大事にしようって思うわけで。うん だからそういった意味でも権利としてそういうのをやっていきたいっていうのがあってあのそしたら浅井さんが立ち上げるって決意してくださってそういうお声かけも頂い,いてその時に20年経ってなかなか七尾の事件のことも知らない人も増えてきてるからそれをも一回やってみるといいんじゃないってお声をかけていただいたのがきっかけだったんですそれまでは前に本の。 その事件が起こった頃に一応本も書いたのでそれでいいのかななんて思ってたんですけど、うん、あ20年経ってそうかまたこの時期に新たに皆さんに、うん、私たちもあ七尾のメンバーも久しぶりにまたちょっとみんなで集まって、うん、あのいっぱい話をしながら改めてでも気づいたこともあるし、うんうん、あこんなに大事にしてたんだねって。あのうん うん、なんかそういうものがどんどんなくなってきてるよねってなんか作りながら感じたこともあったしあそんなことでね今回この本が。 ねあのまあ、包括的性教育っていうのを耳慣れない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあね、性教育っていうとどうしてもこう性感染症とか体のはなんか成長とかっていうところだけの体的な、ね、面ばかりが注目されがちなんですけれども、まあ、それももちろん入るんだけれどもそれだけじゃなくて本当に今おっしゃってきていただいたような、まあ、人権だったりジェンダーのセクシュアリティの話だったり人間関係のそもそも構築対等な、ねはいはい、自分のね 自分も相手も大事にするような関係性の構築だったりとか、まあ、本当に幅広いあのことを、まあ、人権と人代をベースに学んでいくようなあの教育になっていてあの私本当にそれと出会ったのが2016年7年とかだったので、うん、あのそこでびっくりしてたんですけど本当にま,あまさにそういう実践をあのもう20年以上前からされていたっていうのが本当にまあ改めて 感動するとところだなと思うんですけれどもでも一方でじゃあ逆に、まあ七緒から20年経って、うん、裁判の勝利からも10年経ってで今じゃあ日本の現状がどうかっていうと、まあ、少しずつ性教育に対して大事だよねっていう声も広がってきているのかなと思いつつじゃあ学校現場っていうところで見るとまだ結構。 なんてんていうですかねこう場所によって全然クオリティも違ったり、まあ、包括適正教育が実践っていうにはあまりにも程遠いような現状があって政府もあまり包括適正教育には乗り気じゃなくて歯止め規定っていうことで、えーまあ、なかなか学びに制限もあって先生もお忙しくてっていう,うす, <laughs> まあすごく。 こう厳しい状況でそこに加わってここの本でも書かれてると思うんですけど、まあ、最近はまあ少しずつ、まあ、トランスジェンダーに対するバックラッシュと同じくして、まあ、包括的性教育に対するバックラッシュっていうのもバッシングっていうのも少しずつ私自身感じているななんていうふうに思うんですけれども。日暮さんはこの 今回改めて本をまとめる中で、まあ、今の状況ってどういうふうにご覧になってますかえっとね本をまとめる上でっていうかあの今もちょっといくつかいろんなところで呼ばれて、はい、お話しさせていただくことがあるんですね。あのそういう時に「包括的性教育」ってこういう意味だよってあの、うん、みんなが考えてるあのえっと だいたい例えば大学に行って学生さんたちなんかに話すときにはね皆さんの中で性教育を受けてきた包括的性教育知ってる人なんて言うと、うん、この間行った大学では一人も手を挙げなかったん<ー><僕>ですあまだまだ知られてないんだと思ってで、ね、ゃでじゃあ性教育受けてきた人、うん、小学校で性教育受けた人た人少ないのやっぱり。それで後からあの感想文なんか見ると、うん、これが性教育なのか 日村さんがおっしゃってる性教育なのかどうかが分からなくて手を挙げれなかったって人もいるんだけどとにかく広ままっってててなないいないうのは感じていますあのなんかそれとやっぱり性のことっていうのが特別なことっていうことになっててだって当たり前自分の体との付き合いだし。 人との関係の中でも必ずそのことっていうのはあるわけだから別に男女ってことだけじゃなくてそれぞれの在り方含めていろいろあるわけだからそうい,う,そう,いう,こう関係性とかそれからそれこそ人権の問題だとかそれからあの人っていろいろだよねっていうことの学びだとかそれってそこまで含めて考えるとなかなか大人も含めてね学べてないっていうのが現状だなって,って。 子どもたちだけじゃなくてだから私最近何かで「そのお話してください」って呼ばれる時は子どもたちじゃなくてまずは先生たちにお話しさせてくださいともうか職員さんにお話しさせてくださいって必ず言うようにしてるんですなんかね子どもたちに言ってるんだけど私もですよまだまだだって学び足りないこといっぱいあるわけですよ。 だからそういう目をも大人が持たない限り子どもたちにそうそう子どもたちにだけやろうって,ってそんなの無理でしょって私は思っていて大人たちがまず「ほかっと性教育って何なの?」ってどのぐらいの幅の広さがあるの海外でやられてるね他でもそういう本も出てますよね「世界の性教育」。出てるんですけどあのなかなか多分。 うん、なんか読んでいただくって難しいのかな、うん、と思いながらいやでも。まあ興味はね、ある人も。うん 増えてきてきはいるので,で、ね、本当にそれが広まってほしいなと思いつつやっぱりでもこの政治の力っていうのも<ー>やっぱりまあ今年ねあの統一教会のこととかも非常にあの、まあ、大きく取り上げてられてこの性教育との関連っていうのもね少しずつ明るみになってこの中でも取り上げられてますけれども、まあ、今ね政治だいぶガタガタになってかなりその統一教会とのつながりがあった人たちもガタガタ。 してきていてきいこれがどうなるかなというような感じかなと思うんですけれども本当に私あの何ていうのかなあの国会のねやり取り見てて、うん、すごく思うのは、うん、やり取りができない状んか、うん、逃げるために言ってるなしか思えないとか、うん、それには答えないとか。なんかあの 性,性教育の一番最初に出てくる人間関係なんです、ね、そうですすねあの包括的一番最初に出てくる、はい、私もあの七音での,授業,の授業だけじゃなく本当学校全体の中でその関係性っていうのは例えば暴力でしか自分を表せない子どもに対して力でねじ伏せるのではなく、うん、ど,うはどうやったら関係性作れるのかみたいなすごく時間かけながらやったんですね。 そういううい意味で言うとそれも私は包括的請求の大事な中身だと思っているの事、うん、業ではなくて、うん、日常の中のそういう関係性がとっても大事な包括的請求の中身だと思ってるんですけど、うん、そういう意味で言うと今の大人の社会の中に、うん、本当に本当に本音で言い合いながら、うん、意見違うよねこ,ここが違うとこはここだよね違うけどじゃあまずはここでやってみようか。うん やりながらでもそれだったらじゃあこ私が思ってたここ少し入るかなとか、うん、あでもその中で私思ってたけどちょっと私ここまた変わってきたわと、うん、それが人間関係だし、うん、そういうのの学びがなくちゃいけないと思ってるんだけど今政治って中にそれが本当にないなって。いですね、全くだからいろんなやり取りに出て,て、うん、なんかこう。 お,たお互い何かこうあのや,やり取りすることでなんか絶対前に進むことって何もないなっていう感じがあってだからやり取りができ,できないことの問題がでももしかすると政治というかあの国会の中だけじゃなく社会の中にもすごくそれがあるかもしれないな。 って思っていてやっぱり大人社会の中でも、うん、あの意見が違ったっていいからさやり取りしていこうよっていうのをどうやって作っていくかってすごく大事なことなんじゃないかその中で初めて、うんうん、あこう思ってたけどここに気づけたとか私が学んできたことこうだったけどあ違う考え方もあるねとかそれが深まりじゃないかと思うんだけど、うん、なんかそれが全然できない社会だなって。 そういうのなくしてね対等な関係性だ性的余裕だとか言ってもねどうしようもない、ね、そう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 なの、うん、だからなんか今回見たくないなっていうかでもなんか、うんうん、今起こってることがあんまりにもひどいことが起こっているので、うんうん、でもひどいことが起こるとそっちばっかり目を向させなんかこうねあの皆さん、うん、そなんか今起こってるお金の問題なんかも、うんうん、そっちばっかりにこういっちゃうと他のことに 他でも怒ってることあるよっていうの、なんかそっちに生かされちゃうこともいっぱいあるから、なんかすごくいつも注意払ってないといけないんだな。うん、私はこの七を攻撃受けてからすごくそういうのは感じるようになっている。うん、そうですよね。うん、なんかあの、まあ私のまあぜひこのそのあたりでねモヤモヤしてる方宗教ファとフェミニズムとかもぜひ <laughs>、はい、読んでいただけるといいのかなと思うんですけど、うん、あのまあ私の。 周りにはですね、まあ、非常に、まあ、性教育とかあの熱意を持って取り組んでる友人だったりっていうのもいるんですけれども、まあ、今またねこのバックラッシュもう来るかもしれないって言われる中でちょっと戦々恐々としてるところもありまして、うん、なんかまあなんていうんですかも,うもっとお話を伺いたいんですけど次の世代であったりとか今。 これからどううなるだろうって不安を抱えている人たちに何かこの七尾の中でこう教育を性教育をやって攻撃されて10年戦ってあの勝利を得て、まあ、なかなかねこう成功体験もないって言われる日本の中であの判決を勝ち取ったっていうのは本当に私たちはもっとた。 学ばなきゃいけないし、それを胸に戦えることもあるのかなって思うんですけど、あのそういう人たちに伝えたいメッセージとかってありますか？ね、あのね、戦うってあの今の状況の中で、例えば現場の先生たち見てると、うん、戦うっていうのがとても大変な状況にあるなってのすごく私も理解してるつもりではいます。うん、あのすごくやる 決まった仕事っていうのはたくさんあって、うん、前はもっと自由だったから例えば指導案なんかも提出しなくてよかったんです指導案作るんですよ修、うん、案って言って一週間のうん、うん、自分の授業計画だと作るんだけど別にそれは提出するべきじゃなくて自分であるいは障害児学校だったら仲間うちでそれを見合って話をするうん、うん、ね、それが今全部上に提出しなきゃそうすると上は 全部それを点検するわけ。そうなんだそ。そうですよ。それ赤ペンあ、うん、のこの事件からそれが起こってるんだけど。上っていうのはどこ？あなんか,か校長さんとか,か管理職が、うん、教頭さんとかそういう方たちが時に赤ペン入れてそれ修正したりするんです。ねそ例えばそんなのも今まではあのそれまではなかったことだから仕事が増えちゃうわ増えたってことでしょう。うん、ねだからそういう細かいね。うん そういうい事務的な仕事がすごく増えてるのとデジタル化っていうのも私はすごく今教育に全部が悪いいいいわけじゃななすごく大事なこともっぱあるでもよく今現場の先生聞くのが職員室に戻るとみんなパソコン向かってる先生たち昔はあの職員室に戻るとまずは子供の話をワイワイする<ー>教員たちねえねえあの子今日こうだったんだ」 私なんかそれがすごく「あああの先生のところではそういうふうにするんだあの子」そう <laughs> いうのがすごく学びになった <laughs>、うんだけどそんな時間今ないみんなやるべきことがいっぱいあってううみんなパソコンに向かってるのよって、うん、現場の先生から聞くんだけど、うん、だからそれぐらい先生たちも仕事が増えそれ,それとさっき言ったように職員会議とかがね そこで話し合って何かを決めるんじゃなくてそこは指示伝達、うん、上からの指示する場だから時間も取らなくていい、うん、そうすると先生たちもそういうのに慣れていくと仕事もいっぱいあるから、うん、やり取りしたってどう,どうせ何もならないんだからもう早く終わってくれればいい。私ちょっと結局そこでも教育って中でもやり取りって大人同士の中でのやり取りができない中で。うん やり取りができる大人たちっていうのが子供たちの前にどれだけいるんだろうって,、うん、って私は思っていてなんかあごめんね聞かれた内容とちょっとずれているかもしれないんですけどなんかそういう形であのえられててしまってるなって思うんです。 あのその中でも頑張ってる先生や何とかしたいと思ってる先生たちにいるからそういうところとはつながりながら、うんうん、だからそういう気持ちに気づいていってほしいなとか、うん、やっぱり、うん、この中でやんなくちゃいけないけどでも嫌なんだよねって、うん、あの先生たちの,の座談会みたいなもあったと思うんですけどす、ねはい、そこの現場の先生たちのいろんな、うん、あれも出てくると思うんですがその中でもねやっぱり子どもたちの姿からこういうに。 やっぱりそういう人たちもいるから、うん、そこは是非そこを大事になんかだから上から言われてやらなきゃいけなくなるところもあるけど、うん、でも子どもとの関係では絶対そこはあの先生と子どもの関係は絶対作れるはずだからそこは楽しんで、うん、それからうまくいかなくてもあの授業なんて、ね、年間でうまくいったなって思うのは。 何回かかくらいしかないしななもんなんですうん、うん、本当にうまくいったなと、うん、だけどやっぱりそういう授業の中から子どもたちから教わったりそれから他の先生から聞いて「あそうかああやればよかったのか」うん、しながらそ,そうやってやっぱり作り出していくもんだからあのそういった意味ではその毎日やらなきゃいけない仕事いっぱいあるけど、うん、でもそうじゃない楽しみ絶対あるからあの学校の子どもたちとやり取りの中でもだからそこそれはね。 そ,れはそ,そこはめげないででで楽しんって言いたいです、うんうん、ありがとうございますいや何かこ,こういう中でね生まれてくる本当に性教育って本当にあの子どもたちの人生一人一人の人生に本当に大きな意味を持つんじゃないかなと思って本当にありがとうございます。 あのもうなんか思いあふれている今みたいな感じなんですけれどもあの私はやっぱすごく今お話を伺っていてやっぱその、まあ、例えば今おっしゃっていただいたように、まあ、教育ってきっといろんな蓄積があってできるものだったりするそういう意味であの保健室が、まあ、この本にもありまして先ほどもご見せていただいたように、まあ、みんなのこれまでの 実践を蓄積してお互いが学び合って深まっていくっていうその場所をああやって奪われてしまって戻ってきすらしないっていうのが本当に恐ろしいでそれが権力を持って公的な権力にも持ってやられているっていうのが本当に恐ろしいなって思うんですけど今のお話をずっと伺っていて私がすごく。 あの先生教教としているのがですね実はあの今日は、えー、と12月の13日なんですけれども実はつい先ほどですねあの大学法人の,あの改正法案が、まあ、成立をしてしまって実はあの昨日もねずっとあの参院での議論4時間5時間ずっとあの家であの流して聞いてたんですけれども本当に今おっしゃっていただいたように、まあ、その反,反対のね答弁をする人たちは本当にあの。 もういろんなこれから来るかもしれないことの恐ろしさとかを思って心を魂込めて反論してるんですけれども本当にただ朗読の返ってくるだけで全然会話に成り立たないでわからないことも多い中で、まあ、改正案が決まってしまってでいろんな懸念点は言われているので是非関心ある方は見ていただきたいんですけれども、まあ、何が起こるかっていうと。 まああのまあ、一部の大きな国公立の大学に、えー、運営方針会議というものが、まあ、置かれてだいたい45人とかでどこから引っ張ってくるかもわからないで日々全くその学校の、えー、教員であったり、えー、学生と な、まあ、がるっていうわけでもなくね。だけどその大きな方針っていうのは彼らが決めていくでその文脈っていうのは、まあ、もっと大学が、えー、稼げなきゃいけないで、まあ、特許も取れるようなあこう成果生産性っていうのを生まなきゃいけないっていう中で。えー っていうのを政府が設定する中で生まれてきてでじゃあこれが、まあ、例えば使われ方によっては非常に軍事に関する研究が大きく比重が増えたりするかもしれないとか、えーまあ、一見今目の前ですぐ成果を出すその生産的な意味でね出るかもわからない研究とされるものが削られていってしまうかもしれない。うんうん、例えば、まあ 歴史とかもあの非常にまあ文系も軽視されて、うん、さ,され始めている最近ですけれども今のだってこの歴史っていうのをちゃんと学び記さなければ私たちもこれからに向かって戦っていくことができないでもそういったことが軽視されかねないような、うんまあ、方針っていうのができてであの教、まあ 学食だったり図書館の運営費だったりっていうのも本当に地というものが今脅かされている状況でこの先ほどもご紹介いただいたアドバイザーみたいな人がねどれだけ教育を圧縮したか萎縮させたかっていうのを今本当に身をもって感じていただいたと思うんですけれども、まあ、そういったことがこれから大学っていう場でも起こりかねなくてでそれをや進めている政府っていうのは、まあ、あの で日本学術会議も任命をねあのしないっていうふうにしたりで、うん、それも結局、えーまあ、非常に文部科学大臣の、えーまあ、承認っていうのがこの大学の、ね、改正法でも非常に重要視されていて本当にどこに向かっていってしまうんだろうっていうのは私は本当に結構大きな絶望と恐怖を持って、うん、先ほどの、えー、可決というのを迎えたんですけれども。でそこには 根本的なななコミュニケーションもく、く、立法事実ささ議論もされ対しててれず進んでいってしまうでそういうのの本当にあったこととしてきっと,、うん、きっとこれがあって、うん、性教育が萎縮しただけじゃなくてさっき教育が萎縮したっておっしゃってましたけどそれが本当にあらゆる部分で起きてしまうかもしれないっていう今があって、うん、だからこそきっと今またこれを学びどうやってその萎縮 させるのではなく、ま対、あ、ちゃんとその死の蓄積というものを守っていけるのかっていうので、うん、みんなで戦か守り生き延び、ね、戦いたいですね。<laughs> そう思います。<laughs> と思うんですけど、すみませんなんかベラベラ喋ってるんですいや,いや,いや、すごく大事なことだと思います、うん、本当に。同じうんあのなんか小中高が崩され。うん。 大学に来たなって私は感じ、うん、この数年前からねいよいよ、うん、あの知り合いの大学の先生たちが、うん、いよいよ大学に来てるぞっておっしゃってたから数年前からね怖がって初めての今っていうところなのでぜひこれからもねこのかん問題に関心を、うん 一緒に持っていただけたら嬉しいですしまずその出発点としてねこれぜひ読んでいただけたら嬉しいなと思います,います、えー、なぜ学校で性教育ができなくなったのか七尾予防学校事件と今というところでですねはい、えー、今日もありがとうございます最後になんか一言絵本体歌あのこれもあの適切教材と言われたものですがこれが絵本になります 1>, 1月に、あの一応出ることになってますので。あのぜひ、皆さん、あの。この不適切と言われた体歌が一体どういうもんだったのか。うん、本当に。あの。そんなにいけないものだったのか。実際見ていただけるとありがたいなと思います。はい。ありがとうございます。あの、みんなでね、ちゃんと歴史を自分たちで学んで。それを。 かみ締めててこれからにつなげていく2030年にはね学習指導要領の改正もありましてう、ね、あのこういったネットワークもある中なのできっとねこれからいろんな活動がまた展開されて2024年に向けてねあのできることもあると思いますのでみんなで頑張って権利をねあの実現していきましょうということであの日暮さん本当ありがとうございました。あ,いえいえありがとうごござざいいまました本当にす、はい え本日のえ今こそ年とこ SRHR はえここまでとなります。えー、本日午後7時からの夜のポリタス TV もございますのでえこちらもぜひご覧ください。えー、皆さんご視聴ありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。さようなら。ありがとうございました。